こんにちは、こなすちゃんです。いつもありがとうございます。今日の動画は、大徳寺の瑞鳳院に行った時の動画になるんですけれども、キリシタン大名の大友宗麟の菩提寺っていうことで行ってきました。ちょっとね、あの動画を見ていただくと分かるんですけど、なんか千体地蔵塚っていうのがあって、すごかったです。そこもちょっとびっくりしました。あとそれとなんですけど、次回の動画になると思うんですけど、その大徳寺の大梅院っていう千利休とか織田信長とか豊臣秀吉のゆかりの塔頭がありまして、そこもまたすごいお庭だったので、もちろんいろんな形のキリシタン灯籠もありました。それは多分まあ明日か明後日ぐらいになると思うんですけど、アップしたいと思います。今日はすっごい暑かったので、でもね、古田織部の美術館っていうのが京都にあって、そちらもちょっとね、今日午前中行ってきたんですけど、動画とか写真が今撮れなかったので、今日はちょっとお家から動画のご案内でした。どうぞよろしくお願いいたします。大徳寺に来ています。今日はすっごい暑い日です。ちょっとこの案内図をまずは見たいと思います。今どこかな。今ここでしょ。このね、この瑞鳳院っていうところに、そうそう、このね、瑞鳳院っていうところは大友宗麟の確か菩提寺だったと思うんですけど、ちょっとそこをね見たいなと思ってきたんですが、この大梅院もなんか千利休の関係だよね、確かね。大徳寺も禅寺だもんね。ちょっとこれから行ってみたいと思います。オーバーイン公開中だ。3時半まで。こんな感じにね、大徳寺ってなってて、こっちもこんな感じなんですけど、なんか塔頭が20個ぐらいあるみたいなんですけど、もうね、何時だろう、今何時かな。なんか今ね2時なんだけど、ちょっと見れるかな、いろいろ。ほんとね、朝早くからね撮れればいいんだけど、そうもいかなくて。わあ、すごいね、すごい広いですね。またちょっと南禅寺の方となんかちょっと雰囲気また違うよね。何これ、何これ、ちょっと、あら、何、お地蔵さん。今日はここを目指してきました。大友宗麟の菩提寺。暑いな、今日も。今日も京都は暑いです。ここです。瑞鳳院、前田さんって人なんだ。
前田さんっていう人なんだ。ちょっと入ってみたいと思います。わあ、これわかるかな、これすっごい松、うわすごいですね。あ、でも苔もね暑くて茶色くなっちゃうよね。あ、すごいね、いいお庭だね。道路中に入ってきました。わあ、すごい。蓬莱さんの。今日すっごい暑いからね、誰もいない誰もいない、もう私だけ、私だけ独り占めしてます。暑いですね今日も。こんな感じかな。結構古いですね。いいですね。あ、これが十字架の、これ十字架の庭ってやつね。うん、そしてこれがキリシタン塔になります。茶室ですね。茶室が、急になんかここまで大丈夫なのか、急になんかね狭くなるよね。戦隊地蔵塚、すごい、あらら、なんだこれは、なんだこれは、なんだかどうなっちゃってんだろうこれ。あらー、すごい、これなんかすごくない、なんとなく。
もうこればっかり、あ、どうしよう、これわかるかな、これちょっと大きくしてみる、これね、これとか言っちゃって、なんかねって言うしかないんだけど、なんかねなんだけど、なんかすごいね、すごいね、このね、なんかこの裏もなんかすごいんだけど、ちょっと行きたくないので。やめよう。まだいけるかな。何かな。あとどこかな。どうなってるんだろうこれ。多分今日これ、これねこれ、すごいけど、多分全部見れないと思う。全部見れないな。やっぱり朝から来なきゃダメだよね。でもちょっと来れなかったんだよね。午後からじゃないと。なんか誰もいない。本当に。ここ行ってみたいんだけど、間に合うかな。その前に間に合うかな。すごいね。もうなんかもう10、20件ほどあるみたいなんですけど、これは何だろう。これは竜原因だって、竜だって。これどうしようかな。これちょっと、あ、もうこれは後にしよう。ここ後悔。3時半だけど間に合うかな。あ、すごい。あ、なんかすっごいお庭。織田信長に関係あるじゃん、ここ。これでもちょっとね、読んでる暇がない。もう時間がない。行かなきゃ。こなすちゃんたらこなすちゃん、オルタナ歴史は